省の毎日の日昨日おとといの世論調査の結果として岸田政権の支持率は2月頃より数パーセント高くなって 20% 台にはなったというふうに言われています。しかし内閣支持率とは別に政権交代をしてほしいかどうかという質問が入っていたようです。この質問に対して政権交代をしてほしいという世論調査ではが 62% 自民党や公明党の支持者で政権交代はしてほしくないというのは 24%、 圧倒的多数の人が政権交代をしてほしい、こんなに事実解明ができない、自民党が自浄能力がないんだったら政権交代をすべきだということを世論調査でも明らかにしています。私たちは改めてずっと自民党を中心とした政権が続く、二度ほど自民党が野党に下った時もありました。長年にわたる長期政権は必ず腐敗をする、それはどこの国であったとしても同じような傾向があるんじゃないでしょうか。町や地方が民生に関する行政という総合的に特定が目的と行われているので、そんなことは今後も考えられています。事件の解明が、真相解明がしっかりできたと考えられるか、そのことを一つ目に問っています。ほとんどの方が真相解明などとはされてないのではないのか、そういうふうに思われていると思いますが、この真相解明について1点目、2点目に自民党の規約に基づいたのかどうか、裏金議員の処分のことについて、500万円以下の裏金に事件の関係議員は処分をしない、そういう自民党の処理についてあまりにも社会常識から逸脱しているのではないか、この処分について皆さんどう思いますかということを2つ目に問うています。そして3つ目に、これだけ大変な事件を、組織犯罪を行った自民党の責任者、そして実質的な責任者、岸田首相や二階元幹事長、これらの2人は一切処分なしという、こんなことを常識的に考えられません。会社や団体等がいろいろな事件を起こしたとき、会社の社長や団体のトップは謝罪をして、自らの戒めも含めて自らを処分するというのは当たり前だと思います。ところがこの裏金事件の責任者たちは処分をされません、していません。こうかどうか、そのことを皆さんにお伺いしています。そして4つ目、今度の日曜日に全国で3カ所
長崎 と、島根と、そして東京の15区、江東区あたりですね、そこで補欠選挙が行われます。この補欠選挙に続いてどの時期になるかまだ未定ですが、総選挙をやらざるを得なくなると思います。その際にこれまで自民党を応援してきた人、それでもこれでもなお自民党を支持しますか、そういう問いかけをしています。そして5つ目、これ全員の皆さんにお願いしています。政権交代を実現するためには何をすればよいと思いますか。今日の毎日新聞の世論調査、昨日おとといの世論調査で 62% の市民の方が政権交代をした方が良いと答えています。ということはこの道行く人の中にもやはりこんな事実を解明できない自民党の状況では野党に政権交代をさせた方がいい、そのように考える有権者市民の方、それぞれ多いのではないでしょうか。ぜひそうした総選挙、政権交代を実現する、そうしたら時どのようなことを考えればよいのかということで、投票率をもっと高めていこうではないか、もっともっと無関心な人たちから投票行動を起こしてもらうようにする、危険をしないように周囲に呼びかけてもっと投票率を高めていく、いろいろな方法があると思います。政権交代をこの投票行動を通じて行う、そのことの意味は大変大きいのだと思います。ご存知のテーマ、自民党の裏金事件です。本当に大きな事件ほど、大きな事件ほど責任者の責任が問われないというのが日本の、本当に深刻な問題ではないでしょうかね。自民党の裏金といって私が思い浮かべるのは、自民党そのものがまさに裏金でできた政党だということなんですよ。安倍晋三元首相のじいさん、岸信介さんがですね、まさに米国の CIA の裏金、秘密資金をもらって、自民党を作った、自民党というのはそもそもがそういう裏金でできた政党なわけで、まあ、裏金という文化がもう染みついている政党だと思うんですね。1994年ですかね、当時ニューヨークタイムズの記者だったティム・ワイナーさんが、この自民党への CIA の秘密資金、裏金についての暴露記事を書いたんですね。2006年ぐらいですかね、米国の国務省もやはりこの自民党への CIA の裏金、など CIA の、まあ、秘密工作ですね、日本における秘密工作4件ぐらいあるというふうなことを認めたんですよ。先日NHK でも、CIA が世界で、行ってきた秘密工作について特集を組んだみたいですけども、特に日本の特集をやっていなかったみたいですね。ですけども、日本ではまさに、自民党という政党が、CIA の裏金、秘密資金でできた政党だということを伝えるのは本当に重要だと思うんですよ。米国の国務省は4件のね、CIA による対日秘密工作があったことを認めているんですけれども、そのうちの3つしか具体的に明らかにしていないんです。3つというのは、その自民党への CIA の裏金のこと、それから当時の社会党から、馬の民社党を分裂させること、それから、ジョンソン政権の時代に、より広範なプロパガンダなどの活動を行ったということだけなんです。これだけでも大変なことなんですけども、
CIA が認めたくない対日工作がもう一点あるというんですね。ですのでこれは何を意味するかというと、米国と日本の間に、公にしては両国にとってまずい、非常に暗い歴史があるということなんですよ。だけども我々国民市民にとってみれば、まあそんなことは関係がないことだと思うんですね。つまり当時の自民党の問題であると、自民党の政権から、そうではない政権に来れば、まあどうってことはないと思うんですよ。で、自民党政権が続く限りですね、日本とアメリカの間では、表にできないことを通じて、そのお互いに縛りがかかっている、お互い足元を見られているという状況があって、それが政治に反映されると思うんですね。ですからこういった制約から、解放されるためにも自民党政権をやはり終わらせるということが必要だと思います。自民党の裏金事件ということで私が思い起こすことは、そういうことなんですね。ぜひ自民党の歴史を遡ってみてください。安倍晋三元首相のおじいさん岸信介、元首相が、まさに米国 CIA の秘密資金でもって自民党を作り、米国の外交政策を推進してきた。それが日本の政治の、根っこのところにあるわけです。これでは私たち国民のための政治ができるわけがないですね。で、裏金事件のちょっと調べただけで責任者を処罰しない、まあ、こういう、不処罰、責任を問わない、文化が依然として続いている。これをやはり今こそ断ち切っていく必要があるんだと思っています。では次の方にあのマイクを伝わっていただきたいと思います。ありがとうございました。この国でやってることおかしいよねっていうことからこの一点で集まった仲間たちです。今日はね、本当前回がやりたかった2回3回これ連続やりたかったんですけど、ちょっと天候が悪くて今日伸びてしまいました。まあ裏金問題ですね。あの不適切にも程がある、不適切にも程があるというドラマからちょっと今日はチラシを、いただきまして、不適切にも程があるでしょうというふうに書きましたけど、どうでしょうね。本当にもここまで政党っていうか政治が腐るのかと思うぐらいもうね、腐敗臭しちゃってるって感じじゃないですか。あまりにもひどいこの政治。いや政治ってね、難しいかもしれないけど単純に裏金許さなくないですか。本当に真面目に働いてる私たちバカみたいですよ。もうね、あの100人近くいる、まあ90何人でしたっけ、90人ぐらいいるのかな。もうこの人たちは全員ね、辞職すべきですよ。裏金もらった人たちは辞職をするべきです。今のお話にもありましたけど、自民党の政治ってやっぱりね、あの裏金がなきゃやれない、そういう文化なんですよね。でそれだけじゃないでしょう。最近、まあ、ここに書きましたけど、自民党は裏金、カルト、ハレンチ集団だって書きました。本当にそう思います。まず裏金でブラックなお金をポッポしちゃってる、自分のお金にしていること、それからカルト、私たちが例えば選択的夫婦別姓とか同性婚とかそういうものがことごとくカル、いわゆるカルト宗教の右派の、ね、あの右派、宗教によって、毒されている政治が、国民の今若い人結構いますけどね、若い人たちはありがとうございます、若い人たちは選択的夫婦別姓もいいんじゃない、同性婚、私の周りにも LGBT の人結構いるよ、そんな話みんな聞きます。でも政治だけが全くついていってないんですよね。本来は政治がこの社会を引っ張っていく役割するわけですよ。それがやらない、おかしいと思います。それから何といってもハレンチ集団、もうこれ本当にもう口に出すのも嫌だけれども、ハレンチですよ、そう思いません。あのね、個人的にね、お姉ちゃんのお店に行って楽しんでいただくのはいいと思うって、嫌だけどいいと思うんです。まだでもこれはこの間やったのは自民党のお金が入ったパーティーですよ。そこでやれ口移しだの、この胸のところに刺さったお札だの、あのもう本当にあの
ちょっと口に出したくないけど、そういうね、本当に女の人をまあ、商品に使うような、そういうものに自民党のお金が使われていると、もうこれはもうやっぱり許せないんですよね。もうこの3つだけでももう、ね、私たちは次の選挙どう考えても自民党には絶対に入れちゃいけないんだと思うんです。田中角栄さんのお嬢さん、田中真知子さんが、まあ、記者会見しましたよね、少し前に。で、自民党の総裁だった、総理大臣だった田中角栄の娘である田中真知子さん自身が、皆さん、鼻をつまんで今回ばかりは自民党に投票しないでくださいって言ったんですよね。いや、もうそのぐらいあまりにもひどい。それで、私たち、まあ、有権者だけがですね、お仕置きすることができるんです。それが選挙です。今度の日曜日、まあ、補欠選挙がありますけど、まあ、ある意味とてもどんな結果が出るのか、まあ、注目していきたいと思うんですけど、今回ばかりは自分の未来のために絶対投票いかなきゃいけないと思います。どうぞ皆さん、補欠選挙の行われる地域にね、お知り合いがいたら、もうどうかどうか今回だけは選挙行こうよって声かけていきましょう。やっぱりね、こんな、まあ、後ろ姿というかね、恥ずかしくて見せられないなと思うんです。これね、チラシにもちょっと抜粋して載せたんですけど、朝日新聞に12歳の小学生の子供、お子さんがね、女の子だったと思うんだけど、書いてありますね。今の政治に問題があると思います。裏金も問題で質問されている政治家は覚えていませんと言ってばかりです。自民党って分かる、本当の政治は国民のための政策を考えて、もうね、12歳の子にこんなこと言わせるような社会はダメですよ。やっぱり作り直しましょう。もうぜひね、次の国政選挙絶対に投票してね、未来を変えることができるのは有権者しかいないんです。子供は投票できません。18歳以上しか投票できないんです。だから私たちは大人として次の社会を作るために、私たちの代わりにちゃんと私たちの生活を見てくれる人に投票することにしませんか。ぜひ次回の、ね、国政選挙を変えていきたいと思います。補欠選挙で自民党を支持するしない野党を取らない、はい、さて、はい、私たちは2015年からですけどね、政権交代をした方がいいという人が今6割もいるので、そのためにはこの選挙の投票率を高める、本当に立場を超えて市民社会を作ったんです。毎月、私たちはその政治のテーマを訴えていこうと。だから政党とか届けているところとか一切関係なく、これ読んでみて。でも18歳になるともう投票できるからね。今回は裏金問題を言わないわけにはいかない、ね、みんなで話し合って、裏金問題、今回で2回目かな、1回目、処分されていません。岸田さんだって裏金に関わってるんです。二階さんなんかもっと危ないです。でもそれらの人たちに自民党は処分することがありません。これから公的な検察や何かで起訴されるということあるかもしれませんが、このままうやむやにしてしまおうというのが自民党政権の考えだと思います。軽い処分、何人でしたっけ、3人4人ほんの少しの人たちを処分除名したり、役職停止にしたり、大した処分じゃないですよね。そうした処分することで、ことに決着をつけようとしている自民党を、私たち国民がこれで認めてしまっては、日本の政治が良くなっていく、私たち一般市民にとって暮らしやすい日本、希望の持てる日本になるとは思えません。政治がなんとなく汚いものであるみたいな、このチラシに書いてありますが、12歳の、子供が、新聞に投稿した記事が載せてありますが、
選挙へ行こうというポスターを見ても政治に関心が湧きませんと書いてある。12歳ですから6年後18になるまで、選挙権はないんですけど、それでも今のこの裏金問題を報道する記事を見たり、その自民党の処分を見たりして、なんだこんなことなのかと子供に呆れられるような社会であってはならないと思います。日本の国民の私たちの一人一人がしっかりと政治に関心を持ち、選挙に行くことによって、日本は必ず変わっていくはずです。それが民主主義です。日本に民主主義が根付いていると、言われてはいませんが、でも私たちは民主主義を掲げていきたいと思います。されてないのは重大な間違い、間違いじゃないよ、社会常識から無罪だよ、今そういろんなことやってるのね、重大な間違いじゃないですか、無罪しっかりと、何の自民党で、裏金で立憲民主党もしっかりしてほしいな、今の日本であったんだろう、裏金で当選する議員が日本の国にいっぱいいたんだということ、本当にがっかりしました。何か意見あればちょっと、話は変わりますが、夫婦でありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。いつも聞いてますから、ありがとうございます。やっぱりこの人権体質でもって政治を委ねたというこの事が、今回の選挙で示されたと思います。その中でも一番大きな問題だと、そのお金も結局自分たちだけが回している。例えばですね、今日で4ヶ月ですから、元旦に大地震が起きた、能登半島、いまだに、水道は通ってなくて 8% がまだしか復旧していないそうです。それから唾液もそのまんま、車もその市場の空き地ですか、そこに山積みにされたまんまですね。翻ってというか、台湾の方はですね、ついこの間やっぱり大きな地震があって、ビルが倒壊寸前まで行きましたよね。ところがわずか、15日2週間でビルを全部撤去しているんですね。その差は何なんでしょうか。つまり金券体質というのは、お金の生むところにはうんとお金を出す、生まないところにはお金を一切使わない、そういう政治家なと私は思っています。例えば、能登半島でこれだけの問題が起きていても、そのお金は未だに回らずにどこへ行っていくかといったら、国の方針としては、大阪市で今行おうとしている、万博をほとんど人気がない、あるいは人が集まろうとしないにもかかわらず強行に行おうとしています。結局お金、それでもって建築業界だとか全てのものが自分たちの利権が守られるというところにはうんとお金を使います。して例えば、限界集落だとかそういう言われているところには一切お金を出さないという方針を財務省なんかが最近はっきり言っています。大都市にはお金をつぎ込むけれども、いわゆる日本の隅々の限界集落的な部分、人の住まないところにはそういうの人口のところはもう見捨ててしまうというような形ですね。それで地方都市だとかそういうところには何を持ってくるかといったら、原発でお金も儲ける、原発で生産を上げる、事故が起きたらどうなったでしょうか。結局そのまんま自己責任ですよね。ある程度保障しても住むところがなくて、いまだに木が定まらなくても、それはもう年度を超えたからだとかっていう理由でカットしています。それから放射能を浴びて病気になった
高等学ですか、そういう子どもたちの手当も不十分です。むしろそれの因果関係がないということで、突き進めています。そのようにお金のあるところには無駄なくて、そうでないところは全て切り捨てていくのが今の政治だと思います。それで今軍備増強が盛んに行われていますが、こういうことまで言ってますよね。軍備を増強することによって国を豊かにしていく。本来なら産業は軍事ではなく、日本は憲法9条のもと、あるいは国際平和を求めるところでの評価というのがかなりありまして、そういう中で日本のブランドというものが培われてきましたけれども、全くそれがないがしろにされて、アメリカに従属、ひたすら従属ということをしています。ちょっとまた変えてみますと、話題をちょっと変えてみますと、コスタリカをご存知でしょうか。もうだいぶ疲れきてます。コスタリカはですね、ちょうど日本と同じ時期に軍隊を持たないという宣言をしたんですね。そうするとそのお金がどこへ回ったかというと、教育費、非常に教育が充実しています。どんな壁紙にも学校を建てています。それから大学も、大学院レベルの平和大学という、国連平和大学というのを設立して、海外から平和学を学ぶ人たちが随分集まって、そういう中で活躍する人材を育てています。アメリカとはじゃあ経営の中かというと、実はアメリカ人が一番多く、例えば年金生活者の移住先としてはニカラグアが圧倒的に多いんですね。それから国際、多国籍企業なんかも250社余りがコスタリカコスタリカに来てます。してそういう中でですね、非常に親米的な、経済的にはアメリカと結びついているんですが、軍事的には一切米軍基地は拒否してます。かつて、中南米の方に社会主義政権ができた時、大統領の名前なんですか。自民党の政治を変えましょう。アジェンデ。いやいや、アメリカの大統領ね、俳優だった人なんかクイズやってきたターザンなんか出てきた。レーガンですね。レーガンがやっぱりそういう社会主義政権を認めないということで、CIA を使って裏工作をしてるんですよ。そういうのでコスタリカにも非常に圧力がかかってるんですけれども、それは一切拒否してます。アメリカとともに経済は歩むけれども、これ日本のあり方の参考になると思うんですけれども、軍事的には一切許さない。それがコスタリカのやっぱり今ある姿なんです。日本も私はそのようになってほしいな。9条という素晴らしい憲法で歯止めがかかっていたのが、今歯止めがかからなくなってきてます。もうあれですね、そういう日本の平和憲法のもとの、とっても大事な、それであと言いましたけれども、災害救助隊みたいなものをやっぱりきちんと充実させて、地方都市あるいは過疎化に悩む、あるいは農業自給率が低下している、そういうところにも行き当たるような政策をしていくべきだと思います。金券どころのそれではありません。そのお金は全てそういうところに回し、人材も回していっていただけたらと願うばかりです。以上です。はい、どうもありがとうございます。